今回は、弾丸論破 V3 とかいうオチのみでクソゲー扱いされてるゲーム。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。オチ以外のクオリティはシリーズ最高の完成度やぞ。オチもそんなに悪くないやん。Y はオチも含めてこうしたかーって面白く感じたけどな、まだゲームとしては4作目なのに世界観一新世界観一新って繰り返しとったからなんかあるやろなーって思ってたのある。2周目やると細かい伏線とかに気づいてビビるで、自由時間に白金が教室入り浸ってたりとか、メイドがプールとテニス部屋にいたりしたり。はい、オチはオチで悪くないけど過去作キャラで3で欲しかった。それ以外は良かったのに過去作キャラ出したのだけはあかん。オチも解釈次第ではそこまで悪くはないんだよな。主人公たちの心へし折るためにあるんやし、ワイなんて七海のセリフのやればなんとかなるってやつだよで心バキバキにへし折られたが、これまでのシリーズの動機結構めちゃくちゃなのもあったし、動機がしっかりしてるのは良かったな。トリックの出来良かったな。発明家チャンスコ、これ草生える草。V さんは設定資料集でもはっきり語られなかったんか。よくわからんけどこれまでのシリーズはフィクションでしたっていう設定なんだと思えば丸く収まると思うねんけど、絶望少女に出てほしいけど3があれだから期待できんわ。なんやかんやでよかったと思うけど、おバカがもう続編作りませんって断言しちゃったからな。まああの ED 見たらそうじゃないと西原くんたちが報われない。もちろん天国のなんと書とかもからされでいいって意見もあれば、ふざけんな責任取れやボケとかいう意見もわかるっちゃわかる。ただ一つ言わせてほしいのが、一闇がかりにフィクションだったとして一闇が茶番ってことではないってことや。赤松とメイドが好きだったわい。無事死亡。一章プレイは赤松ちゃん可愛いんごねえ主人公として頑張ってほしいわ。二章プレイは生きるみーに世話してほしいんご癒してほしいんごー。三章プレイはいてんこちゃんめっちゃええ子やんけ頑張ってくれメンス。わい、心折れて無事死亡。ほんこれ。三章とかいうわいの好きなキャラをことごとく殺していく章。二から続く悪しき伝統を許してはいけない。ED はシリーズで一番すこ。オップブーかっこいい。本当なら潮に殺されるはずだった期待を裏切る脅威の生命体な。初めてゲームの意見で同意できる。一気にあったオチ以外は本当に最高傑作やったと思う。嘘をつくシステム。ああノンストップ議論。ああ絶叫ドライブは、イースケンジェモード。あと偽証で裏ルート入ってもしょっぽい内容なのは残念やった。裏ルートで赤松生存があると思ったのは Y だけではないはず。ホテルルートで満足するしかねえ。弾丸論破の主人公は裁判中にスノボーやドライブくらいやってのけないと務まらないという事実。 V3 はどこまでが嘘かわからんね。まあそれもええんやない。あんまはっきりされても窮屈やし。みなオチがオチが言ってるけど ED5 のエピローグで西原は本当はフィクションじゃないのかもしれない言ってるの全然触れられてない。あたりオチだけ盗み聞きして叩いてるエアプ多くない。比較的出番が多い大間小吉を受け入れられるかどうかで賛否がすっぱり分かれるゲームだと思ってる。あいつほど好きな人はどこまでも好きで嫌いな人はどこまでも嫌いなキャラってなかなかいないわ。最後の生き残りメンバーの論破ラッシュがグー気持ちよかったんだけど、シリーズ伝統の演出なのかな。オチ含めて4作だわ。殺し合いを止めるために自分たちの命を犠牲にすることを選ぶところの偽証が最高に熱かったし、学園を破壊するキーボが特攻する前に3人の生存を確認してニコってするところとかすごく良かった。オチ含めて最高だと思う。欲を言えば議論スクラムもっと欲しかった。どこまで嘘かわからないってのが面白いオチだと思う。一人にもフィクションってのを作中で言うのだけはやめて欲しかった。ただそれ以外は傑作だから続編出してください。好き嫌いが両極端になる。オチどちらの主張もわかるから小高の思うツボなんだな。いかがでしたか。このようにこのチャンネルではゲームについてのみんなの反応をまとめていくので、ゲームが大好きな方ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。またね。